んばんは、治った、ありがとうございます。こんばんは。今日は前回がちょっとね、途中になってしまったので、今日はパズサバ配信をしていきたいと思います。パズサバって書いとくね。ズサバ、 OK、 ありがとうございます。どうも皆さんこんばんは。今日はね、金曜日なので、時間帯が21時16分からのスタートです。あ、そう、更新してみてね、更新してみてください。ありがとうございます。久しぶり、ありがとうございます。久しぶりですね。こんばんは、こんばんは、ということでしていきたいなと思うんですけど、そうだね、だいぶこの時間帯も久々ですよね。そう、治りました。あ、よかったです、よかった、ありがとうございます。今日はね、ネニアの誕生日でね、そう、おめでとうですね。23歳、若いですね若いですね、うん、でも中二病フォーエバーが23歳なのかってね、そう思うとね、時の流れは早いものですね。ね、コナン見ながら見てます、ありがとうございますね。だって14歳だったよね、中二病フォーエバーってね。そうね、そう、23歳です。中学生だったのがね、中学生だったのがね、え、本当に、まあ私もね、28になるっていうことででも今日じゃない、今年で29になっちゃうんですよね。え、きれいきれいですね、本当に、そう、きれいですね、うん、ねえ、そう、きれいですあ、そうだよ、そう、12歳の時に会ってるから、12歳のネニアと会って、待って、ネニアと会って10年経つってこと、え、待って、ネニアと会って出会って、え、ちょっと待って、もう一回、え、ネニアと会って、そう、ネニアが中学1年生の時なんですよ、バイト AKB で。そう、やば、そっか、10年、うわ、すごっ、え、10年の中なの私たち待って、私たちって10年の中なんだ。え、こうやって私さ、芸歴っていうのがわからないんだけど、芸歴っていつから数えるの芸歴、私10年で合ってる芸歴は、あ、芸歴はバイト AKB からだから、じゃあ10年なのか。付き合い長いし、芸歴も10年なんだ。わあ、すごい長いですね。うん、ね、わあ、すごいな、長いですね。おめでとうね、ありがとうございます。そうだね、もう、そうだね、そうだね。芸人、芸人になったつもりはないんだけど、すごい10年になるんですね。びっくり。ありがとうございます。喉完治したい。そう、喉ね、でもだいぶそう。病院行ってきたんですよ。病院行ってきて、なんかこう声帯が、そのなんて言えばいいんだろう、そう、あ、むくんでるような状態になってたんですよ、前回行った時のね。ちょうど1ヶ月前に行ってました、私で。そう、昨日ね、そう、行ってきたんですけど、そしたらそれが小さくなってきて、だん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 、まあ、よくはなってるのかなって思います。もうちょっとですねって言われて、そう、行っていただいたので、お医者さんにも。そうなんだ、だから薬とかも特になくって、そう、飲む薬とかもなかったので、そう、見てもらって終わりって感じだったんですけども、そう、水がね、そう、くぐんでて、そうなんですよ。でもだいぶ小さくなってたのでね、よかったなと思っております。どうやって取った、でも自然治療かな、これは。うん、自然治療と薬、その水を含んでる状態の時、あと薬か、薬もいただいて、そうだね、だん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 と治ってきた感じかなですね。うん、うん、なのでね、ちょっと、もうちょっとだと思うんですけども、治ったらしたいことはカラオケ配信です。そう、原因は2月の半ばに声を、そう、枯らす、咽頭炎になってから、そう、咽頭炎になって声が枯れちゃって、そこからずっと引きずってるような感じで、すごい長かった。今回ね、めっちゃ長かった。結構何度か喉は枯らしてきたんですけど、そう、
だけどそう本当にね、そうなんか歌う思うように歌えないっていうのが一番悲しい、うん、一番悲しいですね。そうなんですよ、そう一番悲しいかな、思うように歌えないっていうか思うように声が出ないっていうのが一番悲しいですね。うん、そう公演が一番大変だったね、大変でしたね。そうでね、そんな感じで、まあ、声もね治りつつあるので、ちょっともうちょっと安静にしてね、あのしていきたいなと思います。そうラジオがねめっちゃガスガスでしたよね。ね、すぐ治ると思ってたね。え、私も思ったそんな感じで、じゃあ今日はね雑談しながらのパズサバ配信をしていきたいなと思いますね。悪化させないようにしなきゃね、こうちょっとね、そう21日の公演がなんか思うように声が出てくれたらいいなと思っております。うん、明後日だね。そうだいぶ戻ってきた。そう歌手にとって喉はとっても重要です。そうだね、しかもアイドルだからさ、本当にあのもちろんその歌もそうなんですけど、やっぱりトークする場面とかもあるから、そうなんですよね、お話しする場面とかもねあったりして。じゃあということで、じゃあパズサバをやっていきたいなと思います。ちょっとこの間がねそう途中になっちゃったんですけど、今回はあのアカウント、そのメインアカウントとサブアカウントであの行けたらいいなと思っております。はい、こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。じゃあ早速行こうかな。そうこの間ねいつだっけ20挑戦して勝てたのかな。で21はねちょっと負けちゃったような気がする。そうだよね、20まで、あゴールデンウィークお願いして、 ありがとうございます、発表された、ありがとうございます。声もお待ちしてますね。じゃあ募集かけていいかな、募集かけていいですか、いいですかね、していきたいと思います。せーの、ポチッと。あでもあれか、どうしようかな、何をあれしようかな、ちょっとじゃあワリオさんとかオーストンさんとかツアイさんとか、ツアイさんとスカーレットさんとフォックスさんといきたいと思います。そう今はね T7 まで作れるようになったんですけど、 T8 を欲しいなと思うけどなかなか難しいよね。で行きます、よーい、出陣、また行きますのでねお待ちしてます。はい、そう T7、 そう T7 を追ってるんですけど、 T8 はねやっぱりちょっとね、そうあスタミナ使い切っちゃった。あそうなんだね、オーストさんはね確かね、どうやってガチャで出したんだかな、ガチャで出たような気がする、私なんか買ってなかった気がする。そうワリオさんと、手がピュ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 ンってやるヒーローさん、マットさんだ、マットさんはゲットして、マットさんもゲットして、スカーレットさんもゲットしました。はい、ぜひぜひお待ちしてます、お待ちしてます。おーすごい、ありがとうございます、もう早速来てくださってありがとうございます、ありがとうございます。じゃあね、この間ね20、多分私が行けるのは20までかなと思います。あ出かけてた、出かけてた、そう、あ次第ね大事だから取りに行ってね、全然あの見ながらあのポチポチと一緒にしていただけたら嬉しいなと思いますね。早すぎる、ありがとうございます、嬉しい、みんなありがとうね、待っててくれたのかな、ありがとうございます。あ T8 開放した、すごいね、いっぱいだった、 ありがとうございます、またねまた行くのでお待ちしております。はい、ギャザーが増えないとか、じゃああれか、私が今あれかな、大使館のところでのあれかな、レベルアップとかできたらいいのかな、でも全然資源が足りない、資源が足りない資源が足りないんですよね。そう、あ戦争ホールの方、これ大使館じゃない方、戦争ホールの方、ああれがない、建築工学で合ってる、そうこれなんか本みたいなやつがなかった、あでもあれかな、今あ全然ゼロだ、何が足りないえ何が足りない、これ言っていいんですか、何が足りない、えいいんですかあダイヤで交換できるか、じゃあダイヤで交換しようかな、21個、えいいんですか、 木材が足りない木材が足りないです。あ今ねアップしました、ありがとうございます、よかったらヘルプよろしくお願いしますあヘルプありがとうございます、プレゼンする資源がない、全然ありがとう、みんなありがとうね、全然ありがとう、本当にありがとうございます、匿名で課金ね、うん、してるよし
してるよ。ありがとう、木材ならあげる、ありがとう、木材ならくれ、ありがとう待ってます。逆材、逆に木材しかない、え、嬉しい、木材待ってますすいません、本当に本当にすいません、本当にすいませんね、ありがとうございます。全部足りない、俺は全部足りないありがとうございます。じゃ、ちょっと待ってね、あ、まだあれだってね、5分、そうだよね、5分であれだからあと2分ありますね。そう、すいません、木材はせがんでますありがとう、あ、木だけ余ってる、ありがとう、嬉しい、みんなくれてありがとうございます。すごい青の画面になってる送ってくれてる、ありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます。え、めっちゃ集まってる、ちょっと待って見てみる、え、すごいすごい、ありがとうございます。なんかこれさ、なんかに乗ってらっしゃる方いる、すごいね、すごい、なんかジェットみたいに乗ってる方もいらっしゃって、あ、すごい、ありがとうございます。すごい矢印がいっぱい私の方向に向いてるありがとうございます、ありがとうございます。昨日も初めてね、なんかギルドパーティーみたいなやつに参加したんですけど、すごいですね、あれ楽しかった。なんかみんなが、プレゼント、そう、ボックス、なんかなんだっけ、ギルドボックスみたいなやつをね、そうくれたりして、私もね皆さんにお配りしたりして、そう、すごい、ありがとうございます。あ、ギルドメンバーから資源が、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。ね、嬉しいです、ありがとう。でもね、今日そのね、本当にありがとうございますね、ゲームもね、そう参加してくださって、本当にありがとうございます。あ、確かに課金パーティーそうだね、課金パーティーでしたね、楽しかったです、初めて参加できて、ありがとうございます。資源大丈夫だった、え、あ、すごいいっぱいね、ありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます。ちょうどみんなから送ってくれたのかな、いっぱい届いております、ありがとうございます嬉しい、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう。あれ、ももちゃん、ももちゃん、ちょっと待って、ももちゃん、ももちゃんいる、まりなちゃん大好き、ももちゃん、ももちゃんちょっと待って、ももちゃんがまたね、ももちゃんがまたね、あ、ちょっと見つからなくてごめんね、ももちゃんいる、ありがとう、ももちゃん来てくれてるのか、あ、ももちゃんがハート投げてくる、ありがとう、嬉しい、ありがとうね、すごい見に来てくれてるありがとう、嬉しい、毎回見てくれてんのかな、ありがとうね、見に来てくれてね、チャットにも書いてくれて嬉しかった、私のこと、ありがとうね、よかったら何でも、待ってるからね、全然私でよければいつでも相談に乗りますので、お待ちしております、ありがとう。すごいね、なんか4期生ってさ、みんな愛が強いんだよね先輩愛強いよね、なんだろう、3期生の時はなんかこうひっそりとした感じだったけど、4期生グイグイ系多いんだよね、そうね、あ、ちょっと待ってね、あ、勝てましたね、ありがとうございます、勝ちました、じゃあもう一回行きたいと思います。そう、グイグイ来てくれてありがとう、焼肉おごるおごるおごります、ちょっと帰ってきたらまたもう一度行きますね、ありがとうございます。あ、資源もありがとうございます、送ってくれてありがとうございます。3期生はね、ひっそりと愛を伝えてくれる感じなんですよ。でも今までも2期生とかも、そう、後輩メンバーはそうだったかも、なんかひっそりと愛を伝える系だったんだけど、4期生って本当に、そう、わかります、なんかめっちゃね、グイグイ系なんですよね。そう、みんな基本シャイなんですけど、そう、後輩たち4期生ね、そう、明日ね、そうだよね、頑張ってね、明日のイベントもね、頑張ってください、楽しみですね、明日ね、ね、なんかそのグッズあれですよね、ゲットした方がそのグッズゲットした方がご招待されるイベントですもんね、ねー、そう、頑張ってね、そう、夜勤中で参加できなくて申し訳ない、あ、全然いいですよ、全然全然いつでもお待ちしてますので、ありがとうございますね、夜勤中に頑張ってね、そう、愛が強くて嬉しいです、めっちゃありがとうね、もーちゃん、ありがとう、そう、え、ぐいぐい来られるの嬉しい、そう、私ね、ぐいぐい行けないんですよね、あ、よし、このさ、結構豪華なものもらえますよね、そのね、討伐行った時にね、そう、じゃあまたもう一回行きたいと思います、そう、ちょっとね、21だといけないので、ちょっとまた20の挑戦したいと思います、よいしょ、行きます。
お待ちしてますね皆さん。よいしょよいしょ、お待ちしてます。そう、あ、そうなの、21レベルすごい、ありがとうございます。すごいね、ありがとうございます。ちょっと待ってね。よし、じゃあいざもう一回行きますよ。グイグイ行った方がいいのか。え、グイグイ来てくれるの嬉しいですね。うん、あの応援してくださる皆さんもね、ぜひグイグイ待ってます。行きます、出陣。今そうなんですよ、そう、一緒にゾンビのところ行ってます。うん、おお待ちしております。わあすごい、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。えいえい、おお、入れなかった。あら、また行きますね、また行きますね、ありがとうございます。すごい、こんばんは、こんばんは、ありがとうございます、お待ちしております。すごい、ありがとうございます。すごいね、 T8 とかね、すごい本当にね、なんか多分あれだよね、21レベルとかになんないといけないよね。ね、早い、早すぎる。みんな草生えてる。初めて来た、嬉しい、ありがとう、待ってますね、ありがとうございます。待ってますね、待ってるね、ありがとうございます。ダメだった、もう一回行くね、もう一回行くからね。そう、林は負けるので配信に集中します。一瞬でした。ありがとうね、でも本当に一緒にこうやって見てくれて、こうやって一緒にゲームしてくれることが嬉しいので、ありがとうございます。今はね、パズサバというゲームをさせていただいてます。今回ね、そう、参加させていただいてるゲームでございます。そう、ありがとうございます。楽しいですね、嬉しい、ありがとうね、本当に来てくれて。またね、行きたいなと思います。多分4回行けるかな、トータルで4回で合ってる。今1回目行って、今2回目で、あ、22なんだ。待って、道のりが今、そう、あのコントロールセンターが20なんですよ。22か、そっか、22なんだね、そっか、ちょっと道のりが長いですね。ね、今建設するとヘルプすぐ来る。あ、みんな建設しまくって、あのお手伝い、みんなお手伝いしてくれるかも、ヘルプめっちゃ押してくれるかも、みんな今建設。私も建設しよっかな、よいしょ、じゃあお願いします、ヘルプ、ヘルプ待ってます。あ、本当だ、ヘルプめっちゃ早い、ありがとう、みんなすごい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 、こんなヘルプが鳴りやまないこと初めてかもしれない。めっちゃヘルプヘルプヘルプ、あ、そう、サブギルドで、そう、空いてますので、ぜひよかったらお待ちしてます。そう、サブギルドで待ってますね。次、あのサブギルドの方でも行きたいなと思ってますので、お待ちしてますね。そう、そうだよね、23になるまで日数かかる、ですよね、かかりますよね。そう、あ、研究マンヘルプしてもらえるね。ちょっと待って、私今研究中でしたね。あ、今研究中でした。そう、研究中です。あと何かしようかな、これもじゃあ建設しようかな、よし、お願いします。みんな建設してくれる、あ、建設じゃない、あのお手伝いしてくれてありがとうございます、ありがとうございますね。あ、ありがとう、サブのターン待っててね。そう、ヘルプ助かります、ありがとうございます。どこまでいけるかな、そう、どこまでいけるか、ヘルプが早い、そう、今みんな今だよ、今建設するべきだよ。今建設するべきだよ、みんながね、手伝ってくれる。そう、私もじゃあまたちょっと、あー、すごいすごい、じゅん、あー、すごいすごいすごい、秒だった、秒だった、すごいすごいすごい、ありがとうございます。すごい、秒で終わった。あの今治療してたんですけど、そう、あー、ありがとうございます、すごい、資源がめっちゃ届く、ありがとうございます、嬉しい。ずっと青の画面になってる。こう資源をいただく、送っていただいてる時ってちょっとこう縁がね、青い縁になるんですけど、すごい、ありがとうございます。そう、建設ラッシュ、こんばんは、ありがとうございます、ありがとうございます、こんばんは、ありがとうございますね。でも本当に今日なんかいろんなお話できたらいいなと思ってて、全然ゲーム以外のことでも全然あの何でもね、お話しましょう、ありがとうございますね、本当にね。そう、本当にありがとう、いろいろとね、多分本当あの私もなんか徐々に理解しつつはあるんですけど、本当皆さんの方が詳しいと思うので、なんかいろいろと教えていただけたら嬉しいです、ありがとうございます。あ、ヘルプの効果大きいよね、わかります。あ、ちょうど今もヘルプも出てたので、私もヘルプをしたいと思います。お気に入りのキャラは何ですか。お気に入りのキャラは美獣で、美獣ね、美獣だったら
あのレイコさんが好きです。ビジュね、ビジュ可愛くない？レイコさん、そう可愛いですよね。こんな顔してるんですけど、めっちゃ可愛い。ビジュはレイコさん可愛いです。そう、あとはスカーレットさんも最初にゲットしたキャラで、そうスカーレットさんもお気に入りでございます。そうやっぱ強いですねスカーレットさん。うんね、可愛いよね、可愛いですよね。そうでもやっぱワリオを使ってみて、ワリオもやっぱ強いなと思って、ワリオもお気に入りですね。そうあとはすごいなんかみんなセクシーだよねキャラクターってなんでこんなセクシーなんだろうね。わかります？なんでだろうね、なんでこんなさ、そうセクシーなキャラが多いんだろうね、なんでだろう。え、セクシーなの分かります？なんだろうね、なんでだろうね。あ、ニモラさんも、あ、いいですね、ニモラさんもすごいセクシーですねスタイル抜群。そうセクシーキャラ多めなんですよ。そう多いんですよね。あ、ありがとうございます。すごい木材がたくさん届いてる、ありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます。そうだよねあ、エヴァさん、エヴァさんもいい。エヴァさんね、私持ってないんですよね。エヴァさん欲しい、エヴァさん欲しいんですよね。あ、ちょっと待ってくださいね、いけたかな。あ、勝ちましたね、ありがとうございます。それではちょっともう一回40秒後ぐらいに帰ってくるのでまた行きたいなと思います。そう、アスカさん好き。あ、アスカさんもね、いますよね。アスカさんも可愛い、でも私ちょうど持ってなかった。そう、アスカさんも可愛いですよね。うん、こんばんは、今来ました、ありがとうございます。ワリオもセクシー、確かにワリオもセクシーだ確かにセクシーですねショベデコのマリちゃんには勝てない。いやー、結構なかなかねセクシーなんですよ。そうそう、このキャラね、このパズ様のキャラはセクシーでございます。はい、ありがとうございます。勝てた、やっぱ20レベルまでは勝てるんだよね。この21がね、1のね、あ、位が1の位じゃない、ね、21になっちゃうと、そう勝てないんですよね。うんね、そう筋肉がセクシーセクシーですね。そうちょっと、あ、帰ってきたかな、あれもう40秒経ったかも。じゃあまた行きたいと思います。ちょっとまた同じく20なんですけども、はい、行きたいと思います。ぜひね、あのまだ入れてない方お待ちしてますね。そう、ちょっとよいしょ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 、じゃあ行きたいと思います。えい、出陣、待ってます。レイブンさん、レイブンさん、あ、レイブンさんもセクシーですねそうセクシーですね。うん、21挑戦してみる。え、21挑戦してみたい、ちょっと待って、うわー、でも今建設中だわ、どうしようかな。あ、ちょっと待ってね、いけるかな。ちょっとじゃあ消費して、戦争ホールが16なんですけど、多分16でもあれかなね。あ、また入れなかった、あら、また入れなかったですか。あ、ありがとうございます、ありがとうございます。入れた方もいらっしゃったり、ごめんね、入れなかった方も申し訳ないです、ありがとうございます。すごい、よいしょ、大丈夫かな、 OK ですね、ありがとうございます。またラスト行きますね。そう、ありがとう、諦めたそっか、やっぱダメだった、早かった、ダメだった、あら、じゃあもう一回行きますね。ちょっと待って、スタミナってどこであるかさ、調べるのってどこだろう。スタミナって1回で、あれか、やっぱ4回しか行けないか。そうだよね、いや、こうあれしなかったらさ、だいたい4回だよね。そうだよね、秒で終了で入りませんでした、あら、ごめんね、ありがとうね、本当に入りたいっていう思ってくださる気持ちがとっても嬉しいです、ありがとうございます。4回ですよね、そっかそっか、ありがとう。またね、サブアカの方でも4回ずつ、うん、そう、メイン4回、サブ4回で行きたいと思います。うん、アスカさんとレイコさん、どっちと焼肉行くか迷ってます。クサクサクサずっと迷ってたらいいずっと迷ってていいよ、もう、うん、可愛いよね、でも本当ビジュアルがみんないいんだよね。
ね、ビジュールめちゃくちゃいいですよね、全員ね。そう、いいですよね。4回だね、4回ですよね。ねー、そう。よいしょ。こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。バッグに入ってないかな。バッグにね、入ってないんですよね。そう、入ってないんですよね。そんがー、あ、あれがありました、指揮官のやつがあったから、これをちょっとよいしょして、そう、そう、ギャザーがね、人数がね決まってるもんね。そうだよね、ね、そう、こんばんは、こんばんは、ありがとうございます、ありがとうございます。れいこさん、48グループのアイドル、確かになんか制服みたいなの着てますもんね。ね、制服かな、これ。制服だね、制服でしたね、かわいい、めちゃめちゃ。そう、ローママは多かったですね。ローママは結構あの入れる人数多かったんですけど、今回のパズサバはねちょっとね限られちゃってるんですよね。こんばんは、ありがとうございます、ありがとうございます。確かに春どこっぽい衣装着てるかもね。ね、着てますよね、かわいい、ありがとうございます。そう、よいしょ、あ、ありがとうございます。ほんとずっとね、ずっと青い縁が止まらなくてありがとう、すごい送ってくれるみんな、ありがとうございます。すごい輸送してくれる、ありがとう、嬉しい、ありがとうございます。そう、めちゃめちゃね送ってくれてる、ありがとう。でも全然あのみんな大丈夫かな、自分の分ある、自分の分大丈夫かな、ずっと矢印ついてるよね自分の分あるかしら、大丈夫ですかね、大丈夫かな、うん、大丈夫かしら、よいしょ、あ、じゃあこれから行くかな、よいしょ、 あと1分ぐらいですね、ギャザーカウントダウンがあと1分です。はい、常にありがとうございますね。すごいずっとね青いんですよ画面、ありがとう送ってくれて。でも自分の分も全然あれなので全然使ってくださいね。はい、マリアちゃんがいたらどんなスキルかなどうだろう、私がキャラにいたら何にもできなさそうそう、この世界でね、ちょっとね、ちょっと難しいかもしれない。あ、ヘルプしますね、ヘルプボタンもポチッとしました。うん、あと20、あ、すごいね、ありがとうございます。すごい、ずっと矢印向いてる、ありがとう。大丈夫ですかみんな、スキルエゴサ、確かにエゴサか、あの探るかいいね欄見るか、なんだろう、あの返信読むか、チャットのあのチャットの返信を読むか偵察が得意そう、あ、もう大得意ですねドローン攻撃確かに偵察得意だわ、めっちゃ得意かもしれない、うん、すごくすごく得意かもしれないですね。そう、あ、そうね、そう、なんだっけ、なんか話そうと思ったんだよね、全然話変わっちゃうけど、そうね、なんかさ、そのコンサートの時に、そう、みんなも思ったと思うけどね、あ、その発表あると思ったよね、あのシングルね、でもなかったんですよね。だからね、まだね、みんなとあの話ができてない状態だよね、直接その思い出いっぱい声の話とかもそうだしさ、そう、なかったよね。そう、私もね、はるかなドキドキってしてたんだけど、そう、なかったから、そう、 DT に対して攻撃力高そう意外と私優しめじゃない、そんなね攻撃力ないと思う、うん、ね、あ、そうだよね、そうだよね、本当にいろいろとこのタイミングであるかなとか、このタイミングでどうかなっていうのはきっとね、いろんなことがあったと思うんですけど、え、私もドキドキしてた、もうマックス前らへんでもうめっちゃドキドキしててそう、ドキドキしてて、わー、あるかなと思ってたけど、なかったんですよね。そうね、わかる、おしゃべり会がねしたいですよね。なんかこう直接お会いできる機会が、今だと公演とかじゃないですか、今ある予定だとね。そう、公演とかもねお会いできるのはすごく嬉しいですし、そう、あのまたね直接長くお話しできる機会があればいいなと思っております。うん、誘惑力が半端ないです。本当ですか、私誘惑力あるかしらそう、見送りでちょっと話すぐらいだから、そうなんですよね、うん、ね、そうなんですよ。よいしょ、あ、今向かってますかね、向かってますね、よいしょ、
向かってた、あれちょっと待って、終わったか、あ、終わってた、ありがとうございます、お、勝利しました、ありがとうございます、参加してくださった皆さん。じゃあこっちの回ではちょっとラストにもう一回行きたいと思います。はい、よし、公園はなかなか行けんのよね、え、待ってるよ、待ってるからね、いつでもお待ちしてます、そう、お待ちしてますね、よいしょ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 。今って公園ってちょっとごめんね、そう、公園の発表がどこまでされたのかな、どこまでされましたかね、え、そう、2階席も行きたかったんですよね、行きたかった私も、じゃあもう一回最後にラストでこっちのアカウント行きたいと思います、出陣お待ちしてます。あ、ゴールデンウィークまで発表された、あ、発表されたね、6まで発表された、ありがとうございます、教えてくれてありがとう、待ってますね、ぜひぜひ、そう、ゴールデンウィークのタイミングで来られる方とかぜひいらしてください、新潟お待ちしてます、ありがとう、発表出ました、ありがとう、お、じゃあ、お、参加できたかな、みんな大丈夫ですかね、できましたか、やっと入れた、ありがとうございます、大丈夫かな、入れた、よかったです、ありがとうございます、ありがとう。じゃあこれでちょっとラストのなっちゃうんですけど、またね、そう、配信してない時とか、ログインしてる時は全然行くので、はい、お待ちしてます。あ、ダメでした、そっかそっかそっか、ゴールデンウィークお仕事頑張ってね、やっぱり参加できませんでしたごめんね、またまた行きましょうね、また行きたいなと思ってますので、ありがとうございます。そしてしかもずっとありがとうね、本当にみんな送り続けてくれてる大丈夫ですか、大丈夫、みんななくならない、大丈夫かしら、大丈夫、ありがとうね、本当にすごいいっぱい、もうずっとね青いんですよ画面がずっと青くてありがとう、嬉しい、ありがとうございます。そう、無限に資源送っていただいてありがとう、嬉しい。あ、新潟駅はね行きましたよ、そう、まだまたオープンだけど、行ってみて、そう、この新潟駅も来て、もうね新潟に足を運んでくださった方は分かると思うんですけど、すごいよね新潟駅、めっちゃね素敵だった、そう、すごいね美味しそうなお店がねめっちゃあった、そう、めっちゃありました。あ、宿泊費ね、そうだよね、ゴールデンウィーク中ってちょっと上がっちゃいますよね、ね、そう、本当にめっちゃ美味しい、本当すごいですよね、そう、え、本当に迷子になるレベル、本当にぜひぜひ行ってみて、本当すごいね、いろんなお店があって、そう、カヌレのお店とかもいろいろあったりしてて、そう、安田ヨーグルトさんとかもすごいいっぱいあって、そう、ぜひね行ってみてください。え、本当に行ったらすごいびっくりした私、そう、あ、アイス食べたんだ、いいな、なんか差し入れでいただいたヨーグルト、フルーツヨーグルトを食べたんですけど、それすごい美味しかったです。そうね、別の、あ、場所もオープンする、そうなんだね、そう、それがちょっとどこなのかってまだ分かってなくて、行きたいな私も、そう、ぜひね行ってみてください。そう、めっちゃね、なんかお酒のお店とかもあったりして、あとはその参考さんのサーモンの塩辛のやつのそのお店とかもあったりしてて、そう、本当にすごいですよね、なんかあとね、成城石井さんもありますし、そう、すごいよね本当に、そうね、なのでぜひぜひお土産買う時にはめちゃめちゃいい場所なので、ぜひ寄ってみてくださいね、ぜひ。あ、牛タン屋さんね行きたいね、牛タン屋さんも行きたいですね、ちょっとヘルプをしますね、ありがとうございます、よいしょ、クリーン、あと1分かなね、そう、あ、そう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 、そうなんですよ、そう、打ち上げもありますので、ぜひ随花さんのね、そう、お店もあるので、ぜひ寄ってみてください。そう、本当にねめっちゃねいっぱいあるんですよ、本当に行ってみてほしい、私驚いた、なんかメンバーが行ってて、そう、すごいすごいって言ってたから、じゃあ行きたいなと思って行ってみたら、もう本当すごかった、すごいね、そう、プリンもあったりとか、いっぱいいろんなの美味しそうなのが、ね、たくさんありましたね。あ、そう、本当にそう、デパ地下みたいになってる、本当に本当に、そうそうそう、それぐらい本当すごいことになってるので、よかったら皆さん行ってみてくださいね。ということで、1分、あと1分か、ありがとうございます。そう、すごいよね本当にね、あ、今日は根岸に行きました、いいね根岸ね、根岸さんいいですよね、私も大好きです、
いいよね牛タンってなんであんな美味しいんだろうね。あそうこの間ねお店で、あそう食べたっていう話したね同じ話するとこ2回とかだった。そう美味しかったです牛タンおにぎりね。そうお土産何を買おうかずっと悩む広さだった。え、わかります。すごい広くてさ何をさ買ったらいいか悩むよね。本当に全部美味しそうだし、そう何回してもいい、ありがとうそう美味しいです本当に。そうぜひねもう行ったことない方は多分もういないぐらいじゃないかなって思うんですけど、でもどうだろう、まだ行ったことない方はね本当に豚汁とセットでねあの食べてみてほしいです。めっちゃ美味しいので、そうぜひ牛タンおにぎり食べてみてほしいです。ありがとうございます。すごいいっぱいあの輸送してくださってありがとうございます。よいしょ、今向かってるかな、向かってますね。すごい矢印いっぱいありがとうございます。私ん家に私のいいお家に。そう、あもつの方も行ってるんですよ。え、わかります、もつもあのねオープンしたみたいですよね。行ってみたいな。そう、さんもつさん、三角と丸ともつみたいなお名前でしたっけね。そう美味しそう、もつの量半端ない、本当美味しそう、食べてみたいな。そう行ってみたいですね。そう本当でも新潟ねめっちゃ美味しいところたくさんあるので、そうねいいよね本当に、いっぱいおすすめしたいものたくさんある。そう新潟に来てから本当知ったものだったり、そう発見があったので本当に来れてよかったです、新潟。うん、あ三角と持つか、ごめんなさい丸がなかった三角と持つ、よいしょ、あいまよいしょよいしょよいしょ、ああ勝てました、ありがとうございます。勝てましたね、ありがとうございます、ありがとうございます。豚汁はマストね、豚汁美味しいですよね。よしということで皆さんこちらのアカウントでありがとうございますね。入れなかった方またね行きますので、あのぜひぜひお待ちしておりますね。ありがとうね、本当に参加したいと思ってくださる気持ちがとても嬉しいので、嬉しいです、ありがとうございます。そして私はアカウントを切り替えてサブアカへ行きたいと思います。えいパチ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 、よいしょ、ありがとうございます。切り替えて、そうこっちの方もねこっちの方もね、実はこっちの方がねちょっとね資源が資源が、うん、足りないんですよねめっちゃ言いづらいんですけど、そうこっちの方がね実はそう結構足りないです。そう結構足りないんですよね。そうね、資源取りに行きますね自分でも本当に。そうこっちこちらの方ね、そうわかります。そうあのギルドが違うと資源送れないもんね、攻撃になっちゃうもんね攻撃になっちゃうからあれなんですよね。じゃということで、じゃあサブアカの方で行きたいと思います。どこまで行けるかな、13、どこまで行ける、ああありがとうございます、すごい青い画面になった、ありがとうございます。何レベルまでいけるんだろう私と、13に行ってみようかな、13行きたいと思います。そうこっちはね T6 までいるんですよね、ちょっと T5 も入れちゃう。そうよいしょ、おすすめ、じゃあ行きたいと思います。ぜひお待ちしてますね。あ15ならいける、あ本当15いけるかな、じゃあ15行ってみようかな、よいしょお待ちしてますね。そうなんかクイズえそうだよねクイズも、ありがとうございます。クイズわかんないなこれ、今そのチャットの方にね、そう多分あれだよねクイズあるんですけど、これなんだろう、難しい、難しい私が知らないだけかえ地球の自転の方向は何ですかって、 A 西から東、 B 北から南、 C 東から西へ、どれですか自分のセンターレベルでいけるはず、あ本当ですか、本当にってことは今は18なの、18までいけるってこと、あ4人しか入れない
あ、4人しか入れない、すごい名前がすごい村がついてる方いるあ、西からありがとうございます。西から、あ、 A ですってジェットクA です A ですって言ってきましたありがとうございます、ありがとう、A ですって言っといたけど、でももう答えちゃってたかな、多分クイズで出されるんだよね。それでなんかクイズに正解するとさ、なんだっけ、物がもらえるやつだよね。そう、ギフトがもらえるやつ。え、なるほど、舞台の人数が、あ、どうしよう、これは舞台の人数が多すぎ、私が多すぎたのかな、ごめん、私がいっぱい入れすぎちゃったかもしれない。これはちょっと待って、あげようかな、よいしょよいしょ、建設、えい、あ、ちょっと戦争ホールをあげて、よいしょ、私もあげて、よいしょ、私もかな。そう、クイズ難しい、え、クイズわかりますね、そう、クイズ難しいですよね。ちょっと待ってね、あ、ありがとうございます、すごい、あ、ありがとう、送ってくれてる、ありがとうございます。ちょっとまたこっちでもね4回行きたいなと思ってますので、ありがとうございます、行ってくれてる、ありがとうね、送ってくださってありがとうございます。あ、前になっちゃった、入れなかった、あー、ごめんね、またあと3回行きたいと思ってますので、ありがとうございます、ありがとうね、本当に、よいしょ、今ちょうど私もこっちで研究だったりいろいろと、そしたらみんなヘルプありがとうございます。なんか名前設定してない方いらっしゃるかな、ね、よかったら名前設定してね、そう、サブでもいいしありがとう。クイズいつも適当に答えてる、え、私さ、これ全然当たんないんですよね、クイズクイズ難しくない、そう、あ、パスさんと関係ないことが多いんだ、あ、そうなんだね、そうなんだ、これ放送局のやつとかもさ、そうね、ちょっと全然なんか難しくていつも外れちゃう難しいこと、え、すごい、12問正解した、すごいね、半分も当たらない、え、わかります、そう、全然、私が得意なのはびっくりマークで出てるパズルのやつですねまあみんなできると思うけど、なんかびっくりマークでさ、なんかそう出てるじゃないですか、こうパズルのやつ、画面が好きですそう、あ、10問いけた、あ、すごいね、すごい勘で、あ、ネットでカンニング、あ、そうね、それがいいよねね、そう、こういう、そうそう、そうの注意マークみたいなやつですね、そう、よいしょよいしょ、あ、間に合いませんでした、あら、また待ってますね、よいしょ、そうね、そうそうそう、ですよね、一掃するとか、そうそうそう、それです、それです、ありがとうございます、あ、ありがとうございますね、届いた資源が、ありがとうございます、そう、よかったらね、そう、まだまだ今入れるのでお待ちしてますね、ぜひぜひお待ちしております、そう、ギルドね、うん、あ、問題覚えたから外れることない、すごいね、問題覚えたんだ、あ、同じ問題を繰り返すから答え全部覚えた、嘘、やばい、私覚えてないんだけど放送局のやつだよね、覚えてないんだけど私26に入ります、あ、ぜひお待ちしてますね、あとね、サブアカの方お待ちしております、ありがとね、本当に、そう、こうやってね、何回目かな、私今回ゲームのやつを参加させていただいてるんですけど、ローモバから始まってね、本当にこうやって協力できるゲーム楽しいですよね、ね、ありがとうございます、本当にいろいろとね、そのね、仕組みを知ってくださったりとか、本当にありがとうございます、たくさんね、そう、私がちょっとねログインできなかった時間もね、いろいろと進めてくださったり、ありがとうございます、あ、ギャザー入れた、よかった、ありがとうね、ありがとうございます、そう、一緒に遊んでる感、ありがとう、答えの位置もわからないから覚えられる、あ、ほん、あ、位置も変わらないから、あ、本当一緒なんだ、うわ、あ、なんかもういろいろと変わるとかじゃなくてもう一緒なんだね、そっかそっかそっか、あ、答えの場所で覚えてるんだ、あ、そうなんだね、すごい、みんなありがとう、いろいろと教えてくれて一応一緒、サブギルドは入りやすい確かにサブギルドは入りやすいかもしれないですね、そう、入りやすいかもそう、あ、
行こうかと考えてます。ありがとう、待ってるね、声もね、お待ちしております、ありがとうね。そう、21日からそのあそこのね、あの季節ブロックもね変わるので楽しみにしててくださいね。そう、一緒にこうやってなんか公演の曲が変わるっていうのもなんか久しぶりな気がする、公演の中で。そう、あの前だったらそのシングルをやったりとか AKB さんのあの曲を披露したりとかはあったんですけど、そう、ほんと久しぶりになんか公演内でいろいろ楽曲が変わる気がする、久しぶりに。うん、季節ありがとうございます。サブでも待ってます、ありがとうございます。ね、パズルはあの勝てなかったらあの自分の手でやります手動でやります。でも勝てる、なんかこのままいけそうだなっていう時はまず自動でやって、勝てなかったら自分の力であの手でやってます。うん、21日いきます、ありがとう。春星すごいみたいなのでめっちゃ楽しみにしてる。え、どういうことあ、春ブロックすごいみたいなので、ちょっと待って、メンバーが言ってたのかなメンバーが言ってたのかな、そうですね、楽しみにしていただけたら嬉しいです。はい、あ、ありがとうございます。あ、勝てました、ありがとうございます。じゃあこのまま14もどうしようかな、15挑戦してみようかなじゃあ15挑戦しますね。じゃあ募集します、よいしょ、サブの方で募集させていただきます。ちょっと私の中の人数を少し減らそうかな、これぐらいにしてみようかな。ちょっとごめんね、人数があれかもしれないですよね。よいしょ、いけるかな、勝てるといいな。ちょっと15ドキドキ、えい、いや待ってます。そう、ありがとうございます。あ、消しかいけない、あ、待ってるよ、うちは持っていきます、ありがとう。あ、誕生日だけどね、あー、ごめんね、そう、ごめんね。そう、またね、そう、あの前後に来ていただけたら嬉しいです。待ってるね、声も、ありがとうございます。よいしょ、レベルアップもしてお待ちしております。あー、すごい、ありがとうございます。入れたかな、ありがとうございます。すごい、多分人数がさっきより入れたような気がします。うん、6人入れた、ありがとうございます。あ、21の昼コン外れた、あら、夜は当たった、夜は行けたかな、入れた、ありがとうございます。初見です、初見ですか、ありがとうございます、嬉しい。今ね、パズサバっていうゲームしてます。よし、よかった、入れなかった、あ、また行きますね、また行きます。あと2回ぐらい行けるかな、今2回目であと2回行きますね早すぎて、ありがとう、ありがとうね、本当に一緒に入ってくれてありがとうございます。嬉しい、みんなありがとう、一緒にやってくれて。またね、夜中とか、夜中に夜中にやってることが多いので、そう、ごめんね、夜行性だからさ、そう、あの夜中にやってることが多いんですけど、また夜中にも行きたいと思います。そう、あとは夜中にやってた理由は、あの前ね、あのコンサートのリハ期間中は本当にあのお昼間がだいたいレッスンだったりリハだったりとかしてたので、本当夜に行ったりとかしてたんですけど、夜中いますよね、私夜中いるんですよ、ごめんね。でもあれだよね、この生活のリズムがさ、あの朝そのからっていう方だったりすると本当に申し訳ないです、ごめんね。お昼間とかやるねそう、やりますね、うん、夜にね出没することが多いんですよ、うん、そう。え、討伐のパーセントなん、え、ちょっと待ってね、どこだ、パーセント、ああれかな、 100% の兵力でってやつかな、それ合ってる、合ってますかね、これ 100% の勢力でって。そう、兵力が 50% 超えれば勝利ですってなってるから、じゃあってことは15も勝てそうかなね、18もいけるかな、18はちょっとあれかな、強気に出すぎちゃうかなこんばんは、出遅れました、こんばんは、ありがとうございます。寝てた頃に出没、してた気配があります。そうですよねそう、夜中に、真夜中にやってて、マリナちゃんからヘルプ来てビビる、ごめんなさい、本当にびっくりさせちゃって、ごめんね、夜中にねヘルプあのしてますありがとうございます。本当に今回あのちょっと前回の配信でも言ったと思うんですけど、私推しの方はもちろん、あの他のメンバー推しの方もね協力してくださって、本当にありがとうございますね、ありがとうございます、とっても嬉しいです。ヘルプで気づく、そうだよね、ヤッホー、ありがとうございます。
方ね、久しぶり、3年くらい会ってないけど、ありがとうございます、待ってますよ、ぜひぜひ。3年くらいってことは25歳の私ってことかな、25歳の私から会ってないってことだよね、待ってます。28の私もぜひ会いに来てください、お待ちしてます。昼公演行くね、待ってます、ありがとね。そうちょっとね、そうまた楽しんでいただけるような形になるんじゃないかなと思っておりますのでね、だから楽しんでいただけると思います。あの春ブロックも季節ブロックもね、お待ちしてますね、ありがとうございます、楽しみだなね。よいしょ、 あともうちょっとかな、もうちょっとですね、よいしょよいしょ。ちょっとあのまたあれですね、ちょっとまたもしかしたらこの討伐する時間でちょっと過ぎちゃうかもしれないんですけど、ちょっと1時間ちょっとしたいと思います。はい、あ早く、はい、にヘルプ来て何時に寝てるのってびっくりした、あごめんね、なんかたまにね起きちゃう時あるんですよ。そうあの 朝に起きてまた寝てって繰り返すこともあるので、そう起きたら開いてることもあるので、そうごめんね、なんだよ、そうだよね、何時に寝てるんだろうみたいな感じになっちゃうよねこんばんはこんばんは、ありがとうございます、ありがとうございます。よいしょ、大丈夫かな、いけるかな、ちょっとこの間にレベルアップしとこう。よいしょ、あすごい、みんなのことヘルプできたかな、できました、ありがとうございます。朝方に突然起きるとか、あ全然あります、全然あります。そう起きたりすることもあるし、そうなんですよね、そうなんかあんまり多分その体が疲れてなかったりとかするとそう起きちゃうことがあるんですよね。そうこんばんはこんばんは、ありがとうございます。あと45秒ですね、お向かっておりますね、あと39秒後らへんに着きます。こんばんはありがとうございます、こんばんは。よいしょ、でもあともうちょっとだもんね、本当にね期間もね、ね本当1ヶ月ってあっという間、そう本当このリハ期間中に始まって、そうあっという間だったな、そうこのゲーム期間もね1ヶ月ぐらいやってきたんですけども、あ、羊に見届ける、ありがとうございます。年のせいで朝早く起きます、あ、そうなの、でもまだまだ若いですよね、うん、こんばんはこんばんはね、本当にありがとうございますね。よし、お、勝てたかな、あ、勝てましたね、ありがとうございます、やった15いけましたってことは18いけるかな、ちょっとまたパーセンテージ見てみますか、あ、61だってことはあれですね、ちょっと18が厳しいかもしれない18がちょっと厳しい、今のやつ、今のねそのレベルが15をね戦いに行ったんですけど、ちょっとそれで15で 61% なので、そうですね、16が厳しいかな、じゃあ16ちょっと挑戦しますね、ちょっと挑戦します、で負けちゃったらごめんなさい、すいません。よし、じゃあまた募集したいと思います。よいしょよいしょよいしょ、どうしよう、ごめんね、負けちゃったら申し訳ないんです。こっちにしようかな、よいしょ、えいいます、待ってます、こんばんはこんばんは、ありがとうございます、ありがとね、あそう、ありがとうございます。よし、あ、いけるかな、大丈夫かな、あ、ほん、あーすごい、いっぱいになったかな、あ、今回は4人かな、3人になっちゃったかな、ごめんね、私があれだったかな、ちょっと多めに入れすぎちゃったかな、大丈夫かな、じゃあまた行きたいと思います。満員でした、あーごめんね、ありがとう、あとラスト次が1かな、そういけると思うので、あとこのあと最後の1回行きたいと思います。そうありがとうございます、満員ね、ごめんね、満員だった、ありがとう、今回もありがとうございます、ありがとう、まだ入れるかなと思ったらね、ちょっと入れなかったね、ありがとう、本当に参加してくれて、ちょっと直してきます怪我人を直してきます。よいしょ、
すごいヘルプもありがとうございます。ヘルプもすごいすぐ秒で治った秒で治りました。ありがとうございます。今治したよ。大丈夫かな。よいしょ。じゃあ研究もこの間にしちゃいたいと思います。研究もして、よいしょ。このさ、その石を取るところあるじゃないですか。そう、石を取るところもさ、なんかいつの間にかさ、横取りされてる時あるんだよねえ、わかります？なんか紫のさ、石のなんか取る場所あるじゃないですか、このゲームって。そう、なんかそれで結構石をゲットしたら木材と交換するんですけど、これさすぐ横取りされちゃうんだよねそう、終わったと思ったらさ、そうなの。え、ありますよね、みんなあるある。これこのゲームあるあるなのかな。全然知らない方にさ横取りされちゃうんですよね。え、やっぱそうなんだね。だからあんまり私は人がいないところに、ね、行って石を取るんですけど。そうね、そうだよね。200番台とか選んで、あ、そうそうそうなの、そうなの。本当にいないところとか探して行ってるんですけど、そうだよね。あ、そうなんだ、奪った方が早いんだ。でもさ、これさ、奪ったら奪ったでさ、名前を覚えられてさ、なんか仕返しされそうじゃんなんか仕返しされそうだから、ちょっとね、できないんだよね。そう、あ、60% ぐらいで帰ってこさせる。あ、そうなんだ。え、仕返しされそうじゃない、なんか名前覚えられて、うわぁ、あいつか、西方マリナはでさ、絶対なんか取られちゃう、仕返しされそうで、ちょっと怖くてね。空いてるところを見つけるのがめんどいよね。あ、ほんと？私はでも取られたくないから、ひたすら空いてないところを取るんだけど、あ、空いてるところ、もう誰もいないようなところとかも狙って取るんですけど。そう、でもね、大体取られてるんだよね。そう、奪われちゃうんですよね。どうしたら奪われないんだろうね、これ。これ戦力なのかな。やられたらやり返す、倍返しだねえ。したいんですけど、ちょっと臆病なので倍返しできないんですよね。あ、そうそうなんですよね。海外の方とかもいらっしゃいますし。そうなんだよね。そう、攻め込んでたけど負ける。あ、そうなんだね、攻め込んでたんですね。そう、200番台とかでね。そっか、やっぱじゃあ切り返すっていう、もうある程度取れたら帰っちゃうっていうのが一番いいのかなねえ。そう、でもね、ちょっと 100% 欲しいなと思って、いつも 100% まで放置しちゃうんですけど。そう、ゲットできるまでね、放置しちゃうんですけど。そうね、え、確かにすごいよね、強いもんね、海外の方ね。そっか、奪われる前に買った方がいいのかな。今度奪ってみようかな。ちょっと奪わないで奪わないでください奪わないでそうそう、それでね、木材だったり鉄だったりを交換してるので、ちょっと奪わないでいただけたら嬉しいです。ありがとうございます。よいしょ、今向かってる途中かな。あれ、どっちだ、どこだろう。同じギルド、あ、同じギルドはね大丈夫。なんか私2つあるからメインのアカウントに入ってる方はサブの私を見つけたら取れちゃうんですよねちょっとね、サブとメインが別々だから。そうなんですよ、あ、私からじゃない、あ、よかったよかった、私からかと思ったそうそうなんですよね、24時間オンラインゲームだからね。そうだよね、本当にすごいよね、世界のゲームだもんね。ね、だからさ、海外の方からもなんかこうメールが届いたりするんですよ。そう、それをね翻訳して読んだりとかするんですけど、ちょっとね、そうなんか全然読むだけなんですけどね。そう、海外の方から届いたりとかして、そうそうなんですよね。メール届く、メール届きます、届くんですよ。いろんな国のそう言葉のそう表記で届くんですけど、そうすごいですよね。うんね、あ、なんかね、届く内容はなんか入りたいですとかもあるし、そう、あなたのギルドですかみたいな感じで、このサブアカ、そうサブアカが、サブアカとメインのアカウントで、そうこれはあなたのサブアカですかとか来たりとかね、そうするんですよね。あー、負けちゃった、あ、ごめんなさいごめんなさい、負けちゃいました。16だったらまだダメだった、ごめんなさい。
16だと勝てなかった、ごめんね、16勝てませんでした、ガーン、ちょっとまだ足りなかったみたい、ちょっとどうしようかな、ちょっと15にしようかな、ね、残念でした、勝てなかったです、ショックね、まだちょっと戦力が足りなかったみたいです、よいしょね、わよいしょね、また頑張ろう、そうだね、また頑張りますね、ちょっと戦力上げる、確実に勝てるように、じゃあ15を行きたいと思います、また募集させていただきますね、よいしょ待ってますね、よいしょ、これが多分ラストになるかな、ラストですね、ラストでじゃあ行きたいと思います、お待ちしております、そう、ラス1です、待ってます、あ、ありがとうございます、参加できたかな、1,2,3,4,5、6人入れたかな、ね、ラス1です、大丈夫かな、入れたかな、待ってますね、いけたかな、ね、また入れなかった方とかもいらっしゃると思うんですけど、また行きますのでお待ちしてますね、6人入れた、ありがとうございます、ヘルプもしちゃいますね、よいしょ、そう、ありがとうございます、入れた、よかった、よいしょ、ありがとうございます、よいしょ、ね、ありがとう、本当にまたね、そう、あの行きますのでこちらも待ってていただけたら嬉しいですね、ごめんね、ちょっと夜中率が高くて申し訳ないんですけど、お待ちしております、はい、ショールーム中にヘルプありたかった、あ、本当？よかった、そうだよね、みんなヘルプしてくれるもんで、ね、よかった、だから今があのショールーム中にあの建設するのがいいかもしれないねね、今私もしちゃおう、ヘルプお願いします、あ、すごい、ありがとうございます、早い、ありがとう、ありがとうございます、このさ、ヘルプしてくれた人の方のさ名前が出るのもいいですよね、ありがとうございます、ありがとう、レベル上がった、よかったよかった、ありがとうございます、あ、入れなかった、あら、またね、待ってますので、一回入れてよかった、え、ありがとうね、来てくれて、あ、待って、え、ちょっと待って、やばいやばい、ちょっと解散します、ごめんなさい、待ってちょっと待って、あれ15をしたつもりが、待って26レベルになってる、ちょっと待って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 、ごめん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 なさい、ごめん、ちょっと絶対勝てない待って、え、15をしたつもりだったのに、ちょっと待って、ごめんなさい、さすがにちょっとごめんなさい、解散させていただきます、ごめんね、入れた方本当にごめんなさい、26は無理だちょっと待って、びっくりした、ごめん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 なさい、ちょっと解散させていただきます、すいません、本当にごめんなさい、本当にごめんなさい、え、ちょっと待って、スタミナってこれなくなっちゃうのかな、あ、あるか、あ、よかった、大丈夫かな、スタミナあるね、よかった、すいません、26は無理ですよ、びっくりしました、お、驚きです今分かんなかった、あれ15したつもりだったんだけどな、あ、隣に26があったんだ隣に26があって、あの隣のやつを押しちゃったんだ、ごめんなさい、なんか15と26が並んでて、ごめんね、こっちです、15ですすごい、いね、メインでもあの26行ったことないのに危ない、ごめんなさい、ありがとうね、コメントで26って教えてくれてありがとうございます、ありがとう、これで15でいきたいと思います、そう、びっくりした、そう、あ、本当減らない、これ、これは減らない、大丈夫かな、ありがとうございます、お待ちしておりますね、あ、ありがとうございます、あの資材もありがとうございます危なかった、びっくりしたよね、あ、びっくりした、危ないね、26っていきなり強くなっちゃったねちゃんと次は16なので大丈夫かな、ごめんね、参加ごめんなさい、解散になっちゃったけど、ちょっと待ってね、よいしょ、こっちか、できたかな、ごめんね、またお待ちしてますので、ごめんね、ありがとうございます危なかった、びっくりした、並んでたよ、隣に並んでる、そうね、でもね、レベルが強かったらねできるんだけど、なかなかね、ちょっとね、まだ強くなれなくて、入れたみたい、あ、よかったです、ありがとうございます、ありがとうね、参加してくれてありがとうございます、そう、あ、やりにして入れなかった、あ、ごめんね、またね行きますのでお待ちしております、そう、26、そう、本当に並んでるんですよ、びっくりした本当にびっくりした、並んでて、こんばんは、こんばんは、ありがとうございます、よし、じゃあこの間にまたヘルプをしたいと思います、ありがとうね、そう
似たような人が入ってるからコツが入って、あるのかな、え入るのかな、なんかあれかな、大気とかかな、もしかしたらね、なのかな。そう、ごめんね、また行きますので待ってるね。全然レベルが上がらないよね。そうね、ちょっとねあれが必要ですよね、ブーストがね。私もブーストめっちゃ欲しい今。そう、ブーストが欲しいですブーストで、ブーストがゲットできたらいいんですけど、そうちょっとなんかねブーストが足りなくって、そうね課金ですよねねちょっとまたちょっと考えたいと思いますちょっとね何に課金するのがいいんだ、あそうこれ聞きたかったんですよ、課金って何がおすすめですか、何に課金するのが一番いいですかね、何がいいですか、何がいいんだろう、そう何がいいですかね、課金、そうヒーロー買ったりとかはしてたんですけど、なんかおすすめの課金アイテムってありますか、そうそれ聞きたかったんですよね、うん、そう資材も足りないし、ほんと全部足りないだよね、足りないですよね、そうほんとそう、強くする方法だったりも知りたいですし、そうね戦力を上げるっていうこともそうだと思うんですけど、とっとり早く戦力を上げるなら装備チップモジュールとかいいやね、あそうなんだね、ありますよね、指揮官のとこの情報、指揮官情報のところにねありますよね、あちょうど私も強化できた、じゃあ強化します、ここかね、指揮官情報のところね、ありがとうございます、チップモジュール、そうだよねキューブっていうのが、そうだよねの武器のところでね25レベル上げていかなきゃどんどんね、そっちもか、それが一番かも、あ本当ありがとうございます、どんどん上げていきますね、そっかこれね、ありがとうございます、どんどん上げていきますね、こちらもちょっとヘルプもしつつ、あそうなんだ、200点になるんだ、あなるほどね、課金しか手に入らないヒーローを手にする、あそうだね確かに、そっか、じゃあヒーローを買いつつっていうのもあるし、そのさっき言っていただいたそのね武器だったりおもろもろね、チップだったりとかを強化していくっていうのもそうだよね、ありがとうございます、教えてくださって、課金ヒーローでね、そうだよねありがとう、本当いろいろ教えてくださってね、ちょっとねあと数日なんですけども頑張りたいと思います。あ星6の装備なら一つで100万近く戦力上がる、あーすごい、でもなかなか私持ってなかった気がするな、ゲットできてない気がする、うん、ありがとうございます、もうそんなに上がるかね、すごいよね、全部買ってると大変そうね、そうですね、そうね、でも本当ね、ありがとうございますね、いっぱい協力してくださってありがとうございます、はいありがとうございます、よいしょ、ありがとうございます。シゲも。あ、よいしょ。あ、今スタートしました。35秒ぐらいに着くかな。3680。わお。いいお値段しますね。ね、いいお値段しますよね。でも本当ありがとうね。いっぱいね、そのご協力してくださってたくさんたくさん。本当にありがとうございます。ありがとうございます。あと10秒後に着くかな、あれお、こちらは勝てましたね、ありがとうございます、やっぱ15まででしたね、16だとねちょっとまだ勝てなかったんですけど、ちょっと16挑戦するときに勝てるようにしたいと思います、ありがとうございます、ありがとうね、本当に皆さん言ってくださって一緒にとても楽しかったです、ありがとうございます、買ったよかった、ありがとうございます、一緒に行ってね、一緒にギフトがもらえるのがいいですよね、ね、ありがとうございます、ありがとうね、みんな資材もたくさん送ってくださってありがとうございます、嬉しい、ということでちょっと時間が過ぎてしまったんですけど、最後にじゃああれかな、あ
あ、これはなんか今チャットでねクイズが来たんですけど、ファミコンゲームかっこスーパーマリオはどの会社が制作したものですか。 A ソニー、 B カプコン、 C ニンテンドーってあるんですけど、これは C ですね。はいC です。ありがとうございます。ということでありがとうございます。皆さん一緒に行けて楽しかったです。ありがとうございます。こんばんは。また連れてってください。え、行きましょう、行きましょうね。ちょっとじゃあヒーローレベルアップして、レベルアップして、よいしょ。ありがとうございます。パズサバお疲れ様で、ありがとうございますね。本当にね協力してくださってありがとうございます。あ、カプコン言いました今なら言えます。はい、楽しかったです。ありがとうございます。ちょっと更新しようか、よいしょ。ありがとうございます。最後の最後までマリちゃんのためありがとうございます。本当にね最後までねよろしくお願いします。ありがとう、こちらこそありがとうございます。どうしようかな、30分になったらお名前呼びいたしますね。ありがとうございます。最後まで頑張りましょうね。本当にありがとうございます。たくさん協力してくださってありがとうございます。ラストスパート、こっちの方が言えなかった、ラストスパート頑張りましょうね。頑張りましょうね。そうね、2日ちょっとですね、ラスト言えないラストスパートが言えない。そう、頑張りましょう。ありがとうございます。ごめんね、今回行けなかった方はまたね、夜中に現れて一緒に行っていただけたら嬉しいです。残りの期間も頑張ります。ありがとう、もう少し頑張ろう。ありがとうね、ありがとう。ちょっと言えなかった言えなかったありがとう、ありがとうございます。またねその配信ね、あのコメントを読む配信もしたいなと思ってるのでお待ちしてますね。ありがとうね。今日はごめんね、ちょっとさ、あのパズ様がちょっとメインになってしまったんですけど、また配信するときは皆さんのコメントを読みたいなと思ってますのでありがとうございます。余ったアイテム全部ありがとうございます。ありがとうね、そう投入していただいてありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。資源ない場合遠慮なく言ってねファイトだぞ。ありがとうありがとう、嬉しい、ありがとうございます嬉しい、ありがとうね、言うね遠慮なく。なんか申し訳ないなと思って、みんなもみんなでさ、あの資源がないじゃないですか、だからなんか言っていいのかなって。でもなんかね、言わないとちょっと自分じゃゲットしきれないなと思って、ちょっとおねだりしちゃうことあるんですけど、ありがとうね。あ、18時まで、22日18時まで、ありがとうね、ありがとうございます。本当にもう頑張ってくれてるんだけど、ありがとうございます。全部ブースト使い切る、そうだね、行った方がいいよ、本当行ってくださいね。いいんですか駅とか鉄でも本当一言でいい。ありがとう、優しいね、ありがとうございます。チャットに流してくれるを送りにくい、ありがとう、みんなありがとう、ごめん、おねだりしちゃうね、ありがとうございますありがとうね、ありがとうございます。あ、皆さんももし遠慮なく言っていただけたら嬉しいです。もし全然あの遠慮なくね、これが欲しいとかっていうのがあれば、ちょっと私持ってる数じゃあの足りないかもしれないんだけど送ります。ありがとう、嬉しい、ありがとうね。そうだよね、みんながねあのあれしてくれたらね、そうだよね、ありがとうね、みんなで協力し合えたらいいなと思っております。ありがとうございます、嬉しい、ありがとう。よし、ということで今日も見ていただきありがとうございます、ありがとうございます。ちょっと時間はちょっとどれぐらい過ぎちゃったんだろう。あー、間違えた、危ない危ない、退出するとこだった。22時31分か、ありがとうね、また、よいしょ、ちょっと時間が見づらくてごめんね。よいしょ、なのでまたお待ちしておりますね。ありがとうございます。ゲーム配信お疲れ様でした。ありがとうね、またね配信するときあのコメント読みますね。ありがとうね、本当に協力してくださってる皆さん本当にありがとうございます。なんか私もまだまだちょっとね、なんかちょっとなんていうかな、そうちょっとね、あのこれはどうしたらいいんだろうということがあればあの聞くので、よかったらあの教えていただけると嬉しいです。ありがとうございます、ありがとう。あ、イベントもそうですね、イベントもね、ギルド内でのイベントもどんどん参加していきたいなと思います。ありがとう、配信お疲れ様、ありがとうございます。喉も大事に、ありがとう ねだいぶ治ってきたんですけど、もうちょっとだね、喉もね、ありがとうございます。
次の配信も楽しみにします。ありがとうね。いくらでもね、あの私でよければぜひ見に来てくださると嬉しいです。ありがとう、配信ありがとう、ありがとうね、ありがとうございます。嬉しい、配信お疲れ様、ゲームイベント頑張る、ありがとう。ということで今日も見ていただきありがとうございます。ありがとう、こちらこそありがとうございます。じゃあ、あ、そう、お清めのさ塩を買ったんです。そうなんですよね、ちょチャットであのお送りしたんですけども、そうこれさ、でもお清め用だからさ、なんか 料理とかじゃなさそうだよね。これごめんね、これ買ったんですけど、そうおばに勧められてね買ったんですけど、そうお塩そう多分清め用だから多分あれだよね、きっとあの盛塩とかさ、そういう感じのやつですよね。そうちょっとあの前に一回あの塩とお酒でお風呂は入ったことあるんですよ。そうだよね、そうだよね、食用じゃないですよね。そうあのなので盛塩に使いたいなと思うんですけど、盛塩とかお風呂に入れる以外でなんかありますかね。あ、全然お化けが出たとかではないんですけどあ、クリオ大さんに使いそうですよね。ね、使えそうなんですけど、そうちょっとね買ってあのお風呂に入れてね、お酒と一緒にお風呂に入っていきたいなと思います。焼きうどんに使ったの、焼きうどんに使ったのはお醤油ですねお醤油と味の素を使いました。そうなんかね、そう効果、なんか塩が効果がいいって言ってて、そうあの私そういうなんか、まああのおばもなんかそういうなんていうの、霊感がある人ではないんですけど、なんか塩、こういう塩、こう本当まさにこれを持ち歩いてて、そうそれでどこだっけな、なんか泊まりに行ったんですよね、ホテルどこかに旅行しに行って、ホテル泊まりに行った時になんかちょっと嫌な気配がするって思ったらしくて、そうそれでなんかこの塩を使ってちょっとねこう清めたらしいんですけど、そうだからね、何かある場合に使いたいなと思うんですけど、私基本そんなどこか行くっていうのもないのでどこか旅行しに行くとかっていうのもないので、だからどうなんかこう使い道があればよかったら教えてくださいそう自分自身でもまあまああの撒いたりとかも時々撒いたりとかもしたいなと思うんですけど、そうあそう持ち歩こうかなとは思ってます。小袋に入れてね、そうしたいなと思ってます。あ喉に巻くとか、喉にあれかな、巻いたらあれかな。今は私あの前はあの40ぐらいの方がいらっしゃったんですよ、男性のそう方がいらっしゃったんですけど、今はその方はあのついてないみたいなので、そうちょっと私清めたいと思います。温泉旅行にでも行きたい人生だったありがとうございますね。そうなめくじにかけたらでもなめくじ見かけないんだよな、ね、でもなんかなめくじにかけ、もしいたとしてもなめくじにかけるのもちょっとあれだよね。そうだね、お風呂にあれですね入れてちょっと入りたいなって極めたいなと思います。あそうなんだ、スポーツ選手も体の悪いところにすり込んでる、あそうなんだ、じゃあ私もなんかどこかにすり込もうかなね。ちょっとじゃあとりあえず今はお風呂に使いたいなって思いますし、あと持ち歩こうかなね、なんかもし使い道とかあれば教えてください。あとなんか盛塩とかする場所もなんかそのいいところと悪いところみたいなのがあるので、盛塩する時もちょっとどこか調べてから置きたいなと思います。はい、生き量送りたいですちょっと怖いなちょっと遠慮してきます喉に、じゃあ喉に、喉に効果あるかな、どうだろう。でも私は確かに体の悪いところって今喉だから、喉にちょっとすり込んでみようかなね。ちょっと食べない、そうですよね、食べないやつですもんね、調理とかに使わない塩ですもんね。そうなのでちょっとじゃあ砂かけババアみたいにする、ふわーって塩かけババアになっちゃう、ふわーね、そうなっちゃうかもしれない。そうなのでちょっとリリー退散リリー退散退散って肌が荒れないという、そうだね、しますね。そうリリーに振りまくっちゃう。でもちょっとちょっと清め塩を使い道こんなたくさんあるので、ちょっと
いろいろと使い方とかも調べてみたり、あの皆さんが言っていただいた盛り塩だったりとかもねできたらいいなと思います。聞きそうだ。新しい妖怪になっちゃうよね。塩かけババアになっちゃう私。ツナかけババアにならず、うん、なっちゃいますね。ありがとうございます。じゃあということ、塩を頭で洗うの聞いたことあります。いいのかな、効果ありそう。確かに塩ってことはシャンプー、と塩単体で頭洗うってこと、どっちだろう、どっちなんだろう。じゃあ俺まかれちゃう。あ、自覚あるんですね、 DD ってことに。そうなんだね。じゃあちょっといろいろと使い方をじゃあさらに自分でも調べたいと思います。あ、そうなんだ、頭で洗う、塩洗うのもあるんだ。ありがとう教えてくれて。塩サウナ、うちで塩サウナできるかな。やばい、できるかな。よし、ということで、じゃあありがとうございます。確かに髪の毛傷まないかな。なんかシャンプーとちょっと混ぜて使うとかもいいのかな。でもとりあえずちょっと喉にあれしたいと思います。うん、トリートメントすれば大丈夫かな。ね、いろんな使い道あるかもしれないですね。じゃあまた買ったものを紹介しますね、これからも。これからも買ったものを紹介したいと思います。 あと今日はね、レイちゃんの誕生日プレゼントもね買ったので、そう、後日渡したいなと思います。ということで今日も見ていただきありがとうございます。どうしようかな。あ、これね1000円しなかったぐらいかな。そう、1000円しなかったぐらいでした。1000円以内で買います。じゃあこれと一緒に一回撮りますね。撮りましたか。一回普通のピースもしますね。はい、楽しかったです、ありがとうございます。そう、はい、広告みたい。あ、そうですよね、食用ではないですよね。食べましたか。ありがとうございます。大丈夫かな。あ、ネイルはね日向カラーです。ありがとうございます。使い方間違えると良くないみたいだから気をつけて。気をつけます。怖い、どうしよう。使い方、そうだよね、盛り塩の位置はなんかあれみたいなのでちゃんと調べますね。確かにちょっと使い方ちゃんと調べますね。ありがとうございます。そう、開運をね、そう招きたいと思います。ありがとうございます。あ、塩案件ではないですね、ごめんなさい、これはね案件ではないです。はい、ありがとうございます。ということでお名前を呼びさせていただき、あ、待って、今日のハッシュタグ何にしようかな。でもパズサバをしたのでパズサバも入れたいと思います。ハッシュタグパズサバも、でも大体メインがパズサバだったからパズサバにしようかな。ハッシュタグ清水塩いいかも。じゃあ清水塩も入れとこうかな。ハッシュタグパズサバとハッシュタグ清水塩。DD 退散。でも退散する気はないので、みんなに塩をまくつもりはないので、はい、じゃあパズサバと清め塩にしたいと思います。塩みんなに塩かける予定はないから大丈夫で、はい、塩対応もしないので、はい、ありがとうございます。ありがとう、またぜひお待ちしてます。ありがとうございます。それではお名前を呼びさせていただきます。純さんがまさふみやっと虹ヶ岳ワンタンさん、ありがとうございます。21日の昼公演にまたよろしくね。ありがとうございます。いろいろ足らなくてなかなか進めませんが最後まで微力なりに頑張ります。ありがとうございますね、一緒に頑張りましょうね。ありがとうございます。あ、写真もシャム猫のやつありがとうございます。頑張りましょうね、協力してくださってありがとうございます。そして12位がマリーハルさん、ガチャピオ推し、ありがとうございますね。あ、すごい、ね、ニュースに、ね、ネットのニュースで、ね、X で流れてきたニュースのやつありがとうございます。写真ねすごいですよね。ちょっとこのポーズちょっと自分でちょっとこんなポーズしてたんだってちょっと驚いちゃいました。ありがとうございます、またお待ちしてます。そして11位がクリさん、ありがとうございます。21日公演いきます、マリの倒しで藁がついてる、ありがとうございます、お待ちしてますね。配信ありがとうございました、ありがとうございます、またお待ちしてますね。
あ、写真がいい、あ、ごめんね、ミハルトだった、ありがとうございます、またお待ちしてます、ガチャピオ。そして8位がポリマンさん、ありがとうございます。ハルコンとヒナコンの2回席だったけど成功して、ありがとう、久しぶりにマヤちゃんの元気のパワー、元気の姿を見てパワーをもらいました。シャメネコの見たいと悶絶でしたかな、昨日より今日は名曲で泣き、あ、感動しました。5月3日の公演98を、あ、4時参加しようと、参戦しようと考えてます。喉の調子が完璧に持っていることを期待してます。ありがとうございます。それまでに戻せるように頑張ります。ありがとうございますね、ありがとうございます、よかったシャムネコの網タイツ、網タイツがありがとうございますね、ストレートに言っていただいてよかった、またお待ちしてますね、3日も楽しみにしてます、ありがとうございます。あ、これはケイレドポーズ、ありがとうございます。そしてケイがビクルレンドさん、ありがとうございます。スマホ2大体制でギルドとメイン、あ、やっております、 ありがとうございます、ありがとうね。日曜日は夜だけ当たりました、写真はおすすめのアイス、あ、ありがとうございます。今限定のやつかな、これ美味しそうだね、パルムさんの、ありがとうございます、ありがとう、見つけたら食べてみるね、ありがとうございます。日曜日の声もお待ちしてますね、ありがとうございます。そして8位がブルーオーシャンとワンタンにしがたきさん、ありがとうございます。今日も配信ありがとう、ハルコンと卒コンもお疲れ様でした、配信で見てました、前回ショールーム来れなかった、久しぶりのショールームでした、ありがとうございます。喉の調子も前より良さそうなので安心しました、ゲームは分からないから参加してないけど楽しそうなの伝わってきました、あ、よかったですありがとうございますね。そう、喉もねだいぶ戻ってきて、もうちょっと、もうちょっと ね、そう感じだと思うんで頑張りたいと思います、直すのもね、ありがとうございます。あ、スクショもありがとうございます、清め塩とね、ありがとうございます、またお待ちしてますね、ありがとうございます。そして7位がトシアジアとワンタンさん、ありがとうございます。パズサバ配信お疲れ様でした、ブーストは15日分以上あるのですが、すごい、あ、資源切れでなかなかレベルアップ上げることができます、そうだよね、何かいい方法ありませんか、やっぱり課金でしょうかブーストもプレゼントできるのか、ブーストはプレゼントできないんですよね、できなかったよね、確かね、そうですよね、そうなので、そう資源よかったら、あのよかったらぜひ、あのこれが、あの足りないですって言っていただけたら、私もちょっとあの送れる限り送りたいなと思います、ありがとうございます、またお待ちしてますね、ありがとうございます。そして6位がマリンさん、コンサートお疲れ様でした、疲れは取れましたか、あ、取れました、ありがとうございます。みんな大好きシャムネコ、とても素敵でしたみんな大好きシャムネコなのかな21日も公演も頑張ってください、夜公演行くなんて楽しみにします、ありがとうございます、お待ちしておりますね、ありがとうございます。よいしょ、またね21日からのあのハブルブロックも楽しみにしててください、ありがとうございます、楽しみにしてます。そして待ってね、5位が音速の貴公子アットワンタンさん、ありがとうございます。森内用もこの写真みたいに盛りまくって、木はほんの気持ちですすごい上手だね、すごい座布団3枚ありがとうございます。あ、写真もね、ありがとうございます、パズ様の時のね、ありがとうございます、スクショしていただいてありがとうございます、上手ですね、ありがとうございます。最後までね一緒に頑張りましょうね、ありがとうございます。そして4位がケイコアと西ヶ崎さん、ありがとうございます。忙しい中配信ありがとう、こちらこそ、あと3日で資源もブーストも使い切る勢いで頑張るね、夜中のヘルプをせっせと押します、ありがとうございますありがとうございます、嬉しい、ありがとうね、あ、セクシーな方もありがとうございますありがとうね、よかったらまたね、あの一緒にあの行けたらいいなと思ってますので、あの行きますね、ログインしてる時にまたゾンビを倒しに行きましょう、ありがとうございます、またお待ちしてますね。そして3位がせつなとワンタンさん、コンサートお疲れ様でした、シャメネコのマリちゃんとても可愛かったです、ありがとうね、のども大事にパスさんも頑張ります、頑張りましょうね、ありがとうございます。すごい今日なんかめっちゃシャメネコの話題出てくるありがとうございます、嬉しい、ありがとうございますね、ありがとうございます、嬉しい、頑張りましょうね。そして2位がマリナの下僕さん、配信お疲れ様、ありがとうございます、今端末一つしかないからパズ様入れなかった、全然ありがとうございます、またやりますので、イベントももう少しで終わっちゃうね、最後までみんなで頑張ろう、喉早く頑張るといいね、カラオケ配信めっちゃ見たい、無理は気持ちだけど楽しい配信ありがとう、ありがとうございますね。ちょっと喉もね治ったら絶対すぐにやりますので、すぐにやりますので、ありがとうございます、パズ様してくれありがとうございます。私何かに驚いてる顔してるね
これは君メロの時の私かな。ありがとうございます。またお待ちしてますね。ありがとうございます。そして1位が K アット新潟さん、ありがとうございます。ゲーム配信も楽しかった。あと3日頑張りましょう。ありがとうございます。清目ジュートのスクショもありがとうございますね。またよかったらぜひ一緒にね、楽しみに行きましょうね。ありがとうございます。あと3日頑張りましょう。ということで1位が K さんでした。ありがとうございます。皆さんありがとうございますね。呼べたかな。まさみさん、マニハルさん、くにさん、ポリエモンさん、ビッグレンドさん、ブルーオーシャンさん、トシオヤジさん、マリンさん、あそこのキコシさん、ケイコさん、セツナさん、マリナのゲボクさん、ケイさん、ありがとうございます。ということで見ていただきありがとうございました。今日はパズサバとハッシュタグパズサバとハッシュタグ清明寺用にしたいと思います。最後まで頑張る、ありがとうね。ありがとうございます。本当にたくさん協力してくださってありがとうございます。それでは皆さんおやすみなさい。またね。ありがとう、たくさんのコメントアイテムありがとうございました。またね、バイバイ。あ、寝るね。ありがとう、バイバイ。おやすまりな。またね、ありがとう。またね、次配信するときにコメント読むね。ありがとうね。またね、おやすみなさい、バイバイ。ね、お疲れ様会しようね。ありがとうね、バイバイ。